ブヨです。葵だぜ。学生の頃に友達から借りた消しゴム返し損ねてまあ、一括ってもらっちゃうって結構あるあるだよねー。それ犯罪だぜ。最初からパクるつもりがなくても横領罪が成立するんだ。逮捕されるっていうの？5年以下の懲役だな。ちなみに上履きを隠す行為は、ふざけてやったとしても器物損害罪だ。実際に生徒の上履きを隠して逮捕された先生もいるんだぜ。実際に生徒の上履きを隠して逮捕された先生もいるんだぜ。怖、知らないうちに犯罪者になってるなんて大ショックだわ。じゃあ、今回は意外と知らずにやってるかもしれない違法行為を10個紹介しちゃうぜ。うん、聞きたい。最初は薬の貸し借りだ。貸さないし借りないけど、もらうし、あげるでしょ。それは市販薬の話だろ。まさか処方薬をあげちゃってるんじゃないだろうな。処方薬って、病院で処方箋もらって調剤薬局でもらうだろ。処方薬は、市販薬に比べて効き目が強く、副作用の心配も大きい薬なんだ。さすがに病院でもらった薬をあげたことはないわ。処方薬はどの薬をどのくらいの量、どのくらいの期間摂取すべきか、医師がよく考えて決めてるんだ。高血圧や糖尿病など同じ病気であっても年齢や生活背景、症状などに応じて細かな薬剤選択されてるんだぜ。ああ、そんなに深く考えたことはないけど確かにそうよね。だから病院で処方された薬が余ったからといって、家族や友人などに与える行為は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に違反する恐れがあるんだ。よくわかんないけど、法律に引っかかるわけね。医薬品医療機器法だ。以前は薬事法と呼ばれ、今は通称薬機法と呼ばれてるぜ。第24条で、薬局開設者または販売の許可を得ている者以外が、なりわいとしての医薬品を販売授与するなどの行為を禁止してるんだ。なりわいとして、ってお金なんかもらってないよ。処方箋の種類によっては法律に違反したり、医療行為に当たると解釈されてしまったりすることもあるんだ。だから、たとえ家族や友人などの親しい間柄でも受け渡しは禁物だ。有償無償に関わらず、他人に処方薬を譲渡すると違反になる。そういうことね。ってことは、前科もついちゃうの。無許可販売ってことになると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。またはこれらを併科っていう罰則になる。併科って何？懲役と罰金の両方を課すってことだ。状況次第では罰金のみで済まされる可能性もあるけど、その場合でも前科はついてしまうぜ。やだー、職を失いかねないじゃん。頼まれてもやっちゃダメだね。二つ目は行列の割り込みだな。割り込みはアウトだね。でもそれはマナー違反ってことでしょ。いや、立派な軽犯罪法違反なんだ。軽犯罪法の規定を見ると、刑法とかで処罰される行為と比べれば、これを犯罪って言っちゃうの、的なものも少なくないんだけどな。露骨な割り込みって、そんなに見ないけどね。軽犯罪法では公共の場所または公共の乗り物で、そやまたは乱暴な言動で迷惑をかけ、異性を示して公衆の列に割り込んだり、その列を乱した者が軽犯罪法違反とみなされるんだ。ん？例えば、タクシー乗り場でたくさんの人が列を作って、タクシー乗車の順番を待ってるところへ、俺が先だ、文句のある奴はいないだろうな、とか怒鳴りながら列に割り込んでくるなどだな。大声で怒鳴り散らしながら列に割り込むのは犯罪ってことね。ってことは罰則もあり。当然だな。軽犯罪法第1条各号の違反には拘留または科料の罰則が設けられてるんだ。ちなみに科料は少額の罰金ってことで、1000円以上1万円未満だ。拘留って言うと、拘置所に拘束されるってこと？それは拘留だろ。間違えやすいからこう覚えるといいぜ。拘留は手拘留、拘留は鍵拘留だ。あ、漢字が違う。なるほど、変の部首で呼ぶのね。刑罰のうち、犯人の自由を剥奪する刑罰のことを自由刑って言うんだけど、自由刑には重い順に懲役、禁錮、拘留があるんだ。比較的軽微な犯罪に課される刑罰が拘留だな。軽いってどのくらい？期間は1日から30日未満で懲役のように刑務作業なんてものもないが前科はつく。まあそれ以前にマナーは守って割り込まないこと、だね。三つ目は警察のコスプレだ。ああ、でもハロウィンなんかで結構コスプレしてるよね。だな。確かに警察官やナースなど、制服のある職業のコスプレも見られる。でも、制服にはその団体の身分証明の意味があるんだ。じゃあ消防士もダメよね。さっき話した軽犯罪法第1条15号公団に資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服もしくは勲章、記章その他の表彰もしくはこれらに似せて作ったものを用い、ってあるから、軽犯罪法に違反しちゃうんだよな。法令に定められた制服がポイントね。
そうなると看護師は法令に定められた制服がないんだ。だからナースのコスプレをしても軽犯罪法違反にはならないんだ。そうなんだ。軽犯罪法上問題とされるのは、本当は資格がないのに、資格があると誤認させる行為にあるんだ。問題になるかどうかは一般人が見て、コスプレした人を本物と誤認させたか否かが判断基準になるそうだ。完成度とか、コスプレをしてる場所や周囲の状況で判断されるってことね。韓国のソウル、イテウォンで2022年10月29日に発生した多数の犠牲者を出した事故では、事故対応が遅れた理由の一つとして警察コスプレが上がってるんだ。本職の警官をコスプレと誤認したために人々があまり退かなかったって言うんだよな。完成度の高いコスプレじゃ誤認させる可能性大だよね。事情がわかっている人しかいない限られた場所でコスプレをするのは問題ないそうだぜ。まあ、犯罪に関係してなければ多くの場合は黙認されるようだけどな。警察官風のコスプレ衣装は普通に通販で販売されてるから、その衣装ならコスプレしても問題ないのかもね。四つ目は他人の髪を勝手に切る行為だ。他人の、子供の髪を親が切るのはもちろんいいのよね。それを犯罪だと言われたら困っちゃうだろ。あと治療のために邪魔な髪を切るのも当然だな。じゃあ、あんまりないと思うけど他人の髪を勝手に切っちゃえば、そりゃ許せないから訴えたいわよね。他人の髪の毛を同意なく勝手に切り落とすなんていうのは、他人に対し危害を加える行為だよな。そうなると、刑法204条の傷害罪や、208条の暴行罪に該当する可能性があるんだ。おっと、今度は完全に犯罪っぽいわね。髪を切るなんて軽く感じるかもしれないけど、その代償は大きいんだ。民事でも損害賠償請求すれば、しかるべき金額を支払わせることができる可能性があるんだぜ。これはしないだろうけど要注意ね。いくつ目は使わないバットを車へしまう行為だ。え、車のトランクに入ってたりしない？バットも持ち歩く理由がなかったりケースに入ったりしていなければ、不当所持とみなされ検挙対象になるんだ。バッティングセンターで自前のバットを使うために、持ってたっていうのは正当な理由だけど、護身用っていうのは不当な理由になるな。護身用じゃダメなんだね。軽犯罪法1条2号では正当な理由なく武器を携帯する行為が禁じられてるんだ。条文に書いてあるのは刃物や鉄棒だけど、人の生命や体に害を加える方法で使用できる器具っていうのが対象だ。野球の試合や練習もないのにバットを隠し持ってるって言われちゃうのか。どのくらいの罪になるの？1日以上30日未満の拘留または科料だな。バットが武器や凶器とみなされて逮捕なんて、なんか腑に落ちないな。人の体に重大な害を加えるのに使用されるような器具とは、折りたたみナイフやバット、木刀やメリケンサック、ヌンチャクに警棒なんかが挙げられるんだ。強力な催涙スプレーもこれに当たる可能性があるぜ。人を傷つける危険性があるものは全て凶器に当たるわけね。6つ目は自分の庭に助けを求めている人がいるのに無視する行為だ。これは稀なケースだよね。例えば助けて、って自分家の敷地内に逃げ込んできた人を見て、何、怖い、っておじけづいていないふりをしたらアウトってこと。自宅敷地内で助けを求めている人がいるのに助けなかったり、亡骸があるのに、すぐに警察に言わずに放置したりしていた場合は第1条18号に該当するんだ。またしても軽犯罪法ね。軽犯罪法は、国民が日常生活で守るべき最低限度の道徳を定めた法律と言われてるんだ。軽犯罪法が規制している行為は全部で33個。日常見かけることの多い。悪い行いが処罰対象となっているものが多いよな。そして1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束されて、1000円以上1万円未満の範囲で罰金を払うのね。ちなみに軽犯罪法違反は犯行終了から1年で時効だ。それにしても自分の家の庭に誰か倒れていたとして、保護したり解除したりなんてできる自信はないかも。保護しなくてはならない義務はないから、保護せずに放置しても、遺棄罪や保護責任者遺棄罪には問われないし、庭にどんな屍が置かれていても、自分が置いたものじゃないなら放置しても、亡骸損壊等罪には問われないぜ。でも罪になるんでしょ。警察官による迅速な保護捜査が可能となるように速やかに通報すればいいんだ。その最低限の義務を果たさない行為を軽犯罪法で処罰してるってことだな。人として最低限のことはしなくちゃね。わかったわ。7つ目はタクシーで吐く行為だ。ああ、それって大変らしいよ。そのタクシーは営業ができなくなるから。車庫へ戻って特殊な清掃をするんだって。匂いも完璧に取り除かないと次のお客さん乗せられないからね。その後の営業ができなくなれば大損失だって知り合いが言ってたよ。だな。忘年会シーズンなんかには飲みすぎて終電を逃してタクシーで帰宅ってパターンが増えるらしい。
そんな時起こりやすいのがタクシー内でのオートだ。クリーニング代払えとか払わないとかで揉めるのかな。タクシーに乗るってことは、運転手と乗客の間で旅客運送契約が締結されてることになるんだ。運転手は、乗客を安全に目的地まで運送し、乗客は運賃を支払う義務を負うわけだな。そうね。それはわかるわ。実は、このこと以外にも互いに損害を生じさせないための善良なる管理者としての義務っていうのが発生する。それが全館注意義務だ。あまり聞かない名前ね。賃貸物件の契約でよく出てくるんだけどな。タクシー乗車で言えば、自身のオートの可能性を考慮に入れずにタクシーの座席をオートで汚したとなれば、この全館注意義務に違反したということになる。だから乗客はそれにより生じた損害を賠償する必要があるんだ。タクシー側に賠償金を支払わないといけないのね。その賠償に当たるのが逸失利益だ。本来であれば得られるはずだった利益ってことだな。知り合いが大損失だって言ってた部分ね。オートしたことによって、タクシー会社が本来得られたであろう利益を損なったか否かといえば、つくよが先に言ったようにタクシーが座席交換やクリーニングを終えるまで、他の乗客を乗せることはできないから、タクシーとしての営業ができなくなってしまうよな。タクシー側は稼働できなかった間に得られるべき利益を請求できるんだね。例えば平日の昼間だと、タクシー1台が営業で稼げる平均が1万程度らしい。でも金曜日の夜22時以降で、割増料金の時は、朝5時まで頑張れば、3から4万稼げるんだそうだ。入っちゃった時間によって賠償金に差が出てくるんだ。乗客には、全館注意義務があるけど、タクシードライバーは原則、乗車拒否ができない仕組みになってるんだ。だから明らかに酔っ払ってて、吐きそうなお客さんだなって思っても、行き先を言われてしまえば拒否できないんだ。だから、ヤバそうだなと思ったらエチケット袋を渡したり、公衆トイレに寄ってあげたりしてるみたいよ。だな。それにクリーニング代は請求しませんって会社もあるんだぜ。ただ、個人タクシーだと車が使えなくなるのは致命傷だから、事前にお損された場合は、お損の度合いに沿ったクリーニング代と給料損害を請求しますって話すこともあるみたいだ。でもタクシー側には全く責任がないのかしら。さっき原則、乗車拒否できないって言ったけど、乗車拒否できる正当な理由の中に泥酔者が挙げられてるんだ。だから、ベロベロに酔っ払ってても乗せてくれたタクシーに迷惑かけて、互いに嫌な思いをしないようにしてほしいぜ。飲みすぎ注意、あんまり遅くならないうちに帰りましょうね。八つ目は歩行者にベルを鳴らす行為だ。たまにやられるわ。ここは歩道なのにってちょっとムッとしちゃうわ。つくよは自転車に乗らないから鳴らされる側か。横に広がって歩いてる歩行者がいて、なかなか通れないとベルを鳴らしたくなるのもわかるんだよな。今は割とすみません、通りますって声をかけてる人が多い気がするよ。そうかもな。ちょっと横に避けてもらおうって、そんな軽い気持ちでベルを鳴らすんだと思うけど、むやみに自転車のベルを鳴らす行為はトラブルの元だし軽音機使用制限違反に、該当するかもしれないんだ。これも聞き慣れない名前だわ。そもそも自転車は法律上、軽車両っていう扱いになるんだ。すなわち、自転車のベルは自動車のクラクションに値するんだよな。自動車の法律に違反することになっちゃうのかな。全部じゃないけどな。危険を避けるためやむを得ずベルを鳴らす場合や、警笛鳴らせ警笛区間の道路標識がある場所以外でベルを鳴らす行為は、軽音機使用制限違反で2万円以下の罰金または過料の対象になるんだ。でも歩道に広がってる歩行者と衝突するのを避けるためにベルを鳴らすんだから、やむを得ない理由になるんじゃないの、邪魔だ、どけ、って言われたら話は別だけど。さっきつくよも言ってただろ、例外はあるけど原則として自転車は車道を通行しなければならない。歩道は歩行者のための道路だってことが大前提だよな。自転車の走行が認められていない歩道を自転車で走行した時点でアウト。どうしても自転車で歩道を通行したいのであれば、自転車を一旦降りて、手で押して通行しなければならないわけだからな。自転車の通行が認められてる歩道は、歩道が歩行者優先であることに変わりはないさ。自転車は歩道の車道側を徐行で走行して、道に広がっている歩行者の横をどうしても通りたいときは、自転車を一旦降りて、声をかけて道を譲ってもらう。これが本当なんだ。あくまでも歩行者に配慮した運転をする必要があるのね。自転車を乗る皆さん、ご注意ください。9つ目は SNS でデマを拡散させてる場合だ。これはもう超違法でしょ。絶対罰を与えてほしいわ。日本の現行法では嘘を流したっていう容疑で逮捕されたり、刑罰を課せられたりすることはないんだ。でも社会に混乱を招くような嘘でも処罰されないっていうの。
確かに2020年2月から3月にマスク増産に紙が使われ、紙製品の在庫がなくなるとか、中国でトイレットペーパーの生産が追いついておらず品薄になるなんていう情報が出回ったよな。あの時はまさか根拠のない嘘だったとは思いもしなかったもん。最初に嘘を流したという事実だけで成立する犯罪はないけど、デマが他人の信用を貶める結果を招いた場合は信用毀損罪、他人の業務を妨害した場合は偽計業務妨害罪で罰せられ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金だ。あの企業は倒産間近だとか、商品が全て腐ってるとかって嘘を流して、サービスの品質や商品そのものの信用を損なうケースがそれね。そして他人の不確かな情報を世間に公表する、嫌がらせで事実無根の嘘を流すとかの行為は、名誉毀損罪でその事実の有無に関わらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金だぜ。SNS やインターネット上のトラブルでよく聞くのが名誉毀損だよね。だな。その内容が真実か嘘かはどうでもいいんだ。嘘じゃないとしても、他人の社会的な信用を損なうようなことを発信すれば名誉毀損なんだ。やばいと思ってすぐ削除する人って多いじゃない。そうやってすぐ消せば OK。犯罪は嘘を流した時点で成立するって覚えておいてくれ。IP アドレスやプロバイダが、所有する契約者情報から個人を特定することができてしまうんだから証拠は残るんだ。いいねとかリツイートは大丈夫でしょう。拡散を手伝ってしまった場合は、罪に問われるかもだぜ。2019年に大阪府の元府知事が自身への名誉毀損にあたる投稿について、拡散を手伝ったとしてジャーナリストの男性を訴え、勝訴したんだ。それが何か？名誉毀損を理由とした、民事裁判における損害賠償請求訴訟なんだけど、裁判所がリツイートも名誉毀損にあたるとしてるんだ。むやみやたらに共感するのも控えた方が良さそうね。ラストは結婚式で花嫁を奪う行為だ。ダスティン・ホフマン主演の卒業は有名ね。スクリーンを通してならば名場面でも、実際に起こったら略取、誘拐の罪及び、逮捕監禁罪だぜ。動機はどうあれ、やっぱ犯罪よねー。夫となろうとする人から自分が奪い取って結婚したいってパターンで、新婦の方もその気になって同意してるなら犯罪は成立しないけどな。新郎のこと考えたら共犯はきついねー。有罪になったら奪い取った男性は、1年以上10年以下の懲役になる可能性があるんだぜ。それでも花嫁を結婚式当日に連れ去りますか、って聞きたいよな。新郎は慰謝料の請求はできるのよね。新婦の同意があった場合は、新婦と男性の双方に慰謝料を請求することができる。正式に婚約した後で新郎を捨てて男性に走った新婦の行為は婚姻の予約を不当に破棄した。ってことだから新郎が被った精神的苦痛に対して責任を負うべきなんだ。ごもっともです。招待客らが大勢いるところで花嫁を略奪されるという恥ずかしめを受けるんだから。精神的ダメージを被ったとして慰謝料を請求できるし。結婚式や披露宴が中止になればそれに対しても損害賠償請求できなきゃな。男女間の決着は、婚約前につけておくのが正しいわね。ということで今回は実はやっているかもしれない。意外と知られていない違法行為を10個紹介してきたがつくよどうだった。いやー、まさか犯罪者と呼ばれるものだったとは思いもしなかったわ。マナー違反は品性の問題だが、行き過ぎた行為は前科がつくってことだな。いやー、なかなか興味深いお話でございました。私は品性のある女性を目指します。1時間も持たないだろ。ということで、ご視聴ありがとうございました。